水引きました。多分すぐ、この状態ですぐ手を入れるとどうなるかっていうと、広がりすぎると思うんですよね。だからもうちょっと気持ち、もうちょっと待った方が、こう最後丸くなっちゃいますね。こう筆をこう上げたところがさっといかないで丸くなってしまう。なのでもうちょっと待った方がいいですね。まああとはこんな風に流してあげるといいですね。ちょっと早いかな。ちょっと早いかな。上に、少し強い色入れてます。これだと多分乾くと明るくなっちまうんで、もう一回、こう濡れてる時の色は乾いた時の色ではないですね。なのでまあこれもかなりな回数を踏めばというか踏まないとなかなか読みにくいんですよね。いくらかな。でまあ上の雲のふんわりした感じ、ふんわりした感じを入れてみると、向こうに流しながらこの雲の角にちょっと強い色を置いたり、流れること前提でですね、くらいかな。で今まだ下濡れてるんですけど、この段階でクモの影を、これじゃちょっと紫すぎますね。こんくらいかな。甘めにいきましょうか。甘めに濡れてますね。で向こうへ流してあげるといいかな。ここら辺はもうこれ見ると、エッジ見ると乾いてますね。乾いてるんでふわっといかないですね。
もうしょうがないんで、これは水で払っちゃう。これ以上上に流すと、上に傾けるとこの白い部分なくなっちゃいますね。なので水平にする、もしくは逆に、これ以上上に行かないようにする。濡れてます。まだこんなに濡れてるんですね。これでもうちょっと、もうちょっと乾くのを気持ち待って、もうちょ、一発強めの影欲しいですね。ここら辺にも入れたいんですけどね、ここら辺とか。感じかな。例えばここにぼかし入れたいとかって言ってですね、水でこうやっちゃうと、ここに筆に含まれてた水が上と下に流れて、ここににじみができます。なのでこれをちょっとこの白とグレーを曖昧にソフトエッジにしたければ一回乾かすことです。この状態で払ってはいけません。絶対ダメです。こんくらいですかね。ちょっとドライヤー当てて、ドライヤーがまたですね無理やり乾くんで、もうこれで終わりにしますけど、ドライヤー当てるとこう流れて濡れてるところがこう流れますね。なのでやめた方が無難ですね。まあこんな感じです。これで自然乾燥させれば多分そんなに間違ってはいないと思います。でネタは